ルールル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 。こんにちは、ティラミスです。ちょっとね、このルルルルと読むのか RRRR と読むのかちょっとよくわかんない謎のゲームをSteamで見つけてしまって、気になって気になってしょうがないので、ちょっとプレイしてみようと思います。はい、シングルプレイヤー。一応ね、Steamの説明文を読むと、超兵士のウサギをコントロールします。自由のために、戦争の破壊から文明を救うって書いてあるんやけど、なんか不審さしか感じない。さあ、もうこの何より驚きなのが、このウサギから発せられるこのおっさんの声、ちょっと謎すぎじゃない？なんかね、ちょっとクリアできる気がしないんだけど。こういうの異様に難しかったりするやん。やばい。で、これさ、面変わっても HP 回復しないから、ちょっとこれ難しそうなんだよね。あ、ここに回復がある。オッケーオッケー、よし。すごい、鏡するとさ、あの耳を折る。なんですかね、この無駄に、なんか凝ってる。いや、逃げる。あ、これで次の面行けそうじゃない？もう早く行きたい。もう早く転がって。よし、行けた。え、行って。完全に上がって。よし、オッケー。よっしゃ。次の面へゴー。何の音、え、この雑音、何？わっ、シビアー。これでいいの？こう？こう？うわ、な、え？え？これ？うわ！あ、いけた。え？なんやろ？え、よくできたゲームなのか、なんか適当なのか、もう、もはや、もう、わからない。なんかジャンプの制御がめちゃくちゃ難しいんやけど、なんだかんだで慣れてきたからね。死にまくってやり続けて。
とあとミリなんやけど。わわわわ。慎重に。だんだん壺男臭がしてきた。なんか。ただただ狂気。おお、いけたいけた。死ぬ。慌てちゃダメだ、慌てちゃダメだ、慌てちゃダメだ、慌てちゃダメだ。こんなんいけるんかいな。なぜお前は垂直に飛べない？いけた。ワープした。皆さんお気づきになりましたか？恐ろしい子。あ、これでいけんじゃない？あ、い、いく。いや、い、いく。あんま、いくいく言うとったら皆さんに怒られるからね。卑猥なこと言わないでって怒られるから、はい。あ、いける！よっしゃ！なんか、なんだかんだで着々と進んできたの。おしゃーだーし。てきでんでててってん。てきでんでててってん。今です。オッケー、ノーミスできてる。いけんちゃん、ノーミス、ノーミスクリアー。何？あれ当たっていいの？当たってあかんっぽいよな。わあわあ。なんか、遅れて効果音ついてるけど。あ、え、あ、え、あ、これ。今のどこの空間飛べばよかったんや。あかんやな。これもあかんやん。ふざけるなよ。もうな。ブロックの上でピタって止まってくれへんねん。突然覚醒するウサギ。マジで心臓に悪いわ。ちょっともうこれ。あ、いける。次のステージいける。これで。
おりゃ、おりゃ、ちょっと待って、普通のジャンプで行かせて、いけた、よし。今です、わっしゃ、いけた。ちょっと待って、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死んでない。落ちた、もうやや、ワープできるような場所やったん、今の。もうわからへんわー。